はじめに京葉道路を木更津方面へ走行中の方にお知らせします。船橋インターの先10キロポスト付近を先頭に交通集中のため渋滞しています。続いて東京湾アクアライン及び連絡道を川崎方面へ向かわれる方にお知らせします。交通規制のため木更津金田料金所の先13キロポスト付近を先頭に2キロほど渋滞しています。次に交通規制のため9キロポスト付近のアクアトンネルを先頭に2キロほど渋滞しています。ハイウェイラジオ京葉道路市川よりお伝えしました。あなたに実際にレクスコ東日本